さんよろしくお願いいたします。さらかれ様のおっしゃる通り、週刊誌の問題は本当に頭が痛い問題です、えー。各週刊誌の歴史などを見てみると、どの週刊誌もかなりの数の焦燥を起こされています。うん、しかし、賠償金は100万から500万円、売り上げの方がはるかに多いので、多少の賠償金を払ってでも、書いた方が儲かるシステムなんです。えー、謝罪もしないし、 えー、訂正記事も出しません、えー。名誉毀損をしていながら、名誉回復をしないのが週刊誌、えー。それだけではなくて、それをネタにずっと記事を書き続けるんです。えー、松本サリン事件の免罪の件でも、メディアは、えー、面免罪被害者に、えー、謝罪はしていませんから、えー、警察に、うん、あの、相談をしても、こういうことって、えー、警察もなかなか動かないんですよね。えー、パトロールをしてもらうとか、 うん、ゲスメディア追跡二次4詞と題して、ゲスメディアに入り込んで撃退、えー、する番組をやってくれるなら私は絶対見ますよ、えーや。やるわけないですが、週刊誌をなくすには、えー、買,わ買わないことが一番ですが、人の好奇心をくすぐってくるんで難しいですよね。うん、とりあえず、病院に週刊誌を送るのやめてほしい、えー。見出しを見ただけでもさらに病状悪化しそうですから。うん 明らかに捏造、個人情報の流出、誹謗中傷に当たる場合は、発汗停止処分くらいの重い処分をしてほしいくらいです。うん。ね、嘘の情報とかも流したりすることありますよね。あれはいけませんよね。でも見過ごされ、見過ごされてる感じなんですね。賠償金を払って、払ってでも、えー、なるほど。うん。 ムイピー、MP、さんよろしくお願いします。ハニューくんの名宿に、えー、初日に入った方は今日で1年1ヶ月11日です。お名宿のところに表記されるので、スクソしました。1年1ヶ月1日の時もスクソしましたが、えー、この日はハニューくんから、えー、電撃報告があり、大荒れでした。うん、ピョンチャンオリンピック直後の会見で、ハニューくんから、えー、出てきた、正しい技術と、 徹底された基礎という言葉を紹介、えー、させてください。記者のジャンプにおける点数の決め方と、えー、芸術性のバランスについてという質問に、羽生く君、芸術というのは明らかに正しい技術。徹底された基礎によって裏付けられた表現力、えー、芸術であって、それが足りないと芸術にはならないと思,い思っています。だからこそ僕はジャンプ、ステップ、スピンをやる際、全てにおいて正しい技術を使い、 そして、えー、それを芸術として見せ,見せることが一番大切だと思,い思っています。えー、僕は難しいジャンプを飛びつつ、やっぱりそれがあるからこそ、えー、芸術が、あのー、成り立っている,るんだなというような、えー、ジャンプをこれからもしていきたいと思っています。えー、どうですか記者の質問に速度でした。波乳君23歳。聡明でこれから先のスケート界で色褪せない名言だと思っています。 うん、私は、羽生くんの記者会見が大好きで、今でもよく聞き,聞き直します。ぴょんちゃん後の日本記者クラブの会見では、これほど完璧な登壇者は見たことがない、え玉石根口の質問の全てを拾い、堂々と、遠い即病の受け答えで、あの、宝石のごとく光らせた、と有名な記者の方に評価をされることでした。日本のだから、ファンの誇り、羽生くん大好き。なるほど。 うん。あれですね。正確なジャンプとかやんないと、芸術にはなんないっていうところ、すごいメッセージですね。うん。なるほど。うん。クーンさんよろしくお願いします。えー、かぶさん、今日、あ、こんにちは。羽にさんは、えー、内村さん、堂本さんの、えー、どちらかの対談の時に、自分は、えー、体は柔らかいんで、 回転軸は取りづらく、腕の振り幅を取ることで軸をしっかり取るようにと話されてました。これがアウトサイドのことでしょうかね。うん。でも以前のロシア男子のように、体を肩から振り上げて飛んでるわけでもなく、うん、音楽に合わせてジャンプ直前まで演技を入れて、あの、綺麗に飛んでいると思いますが、アウトでもインでも文句のつけられないジャンプを飛べばいいだけでは、 本人の努力次第だと思います。エッジエラーはぴょんちゃん後に、以降、ユーロスポーツで3人での対談が2個等に上がってました。どこまで良いのかと、うん。2、3人の例を挙げて、真剣に対談をされてました。このことから疑問されていたことをよく覚えています。すいません。私に関しては、今更っていう感じが、すいません。誰でもが、誰でもはですね、4回転を飛ぶ今、厳しくなるのは仕方ないのでは、 ただ、基準はしっかり決めてほしいですね。うん。そこなんですよね。うん。まあ、これまでもずっと議論されてきたことですからね、確かに。うん。えー、ハニープーさんも以上です。今日、仙台市とゼビオートで定形式が行われて、あ、定結式かなが行われたそうですが、そこで羽生選手のビデオメッセージが流れたそうです。うん。もしかしたら羽生選手がかけながら、この授業に、 関わっているのかもしれないですね。ほうほう。羽生選譲れはですね、自分自身中心でフィギュアの未来や後輩たちのことを考えていないと、羽生以外全員応援形式を他、いわゆる羽生アンチが以前ごちゃごちゃ言ってましたけど、羽生さんは募金をするときもそうですが、全行は、えー、かけながらやるタイプ。何らかの支援をしてるんじゃないかと思っています。なるほど。面白いですね。なんでねこれ。えー、 セビオはソチオリンピックはの、あと、えー、羽生選手の凱旋ョートイがトト、トイが行われた場所ですしね。うん。セビオが通年リンクになれば、選手たちの練習の受け皿にもなるんで、アイリンも省エネリンクへの全面回収に踏み切ることができますね。確かに、確かに。あの、そうですよね。うん。で、締結式は明日ではなくて、 今日行われたとのことなんで、本部は訂正いたしました。あ、なるほど。ありありがとうございます。はい。ということですね。え、気になりますね。これは何だセビオでメッセージか。うん。かけながら授業にかかっている可能性があると。なるほど。気になりますね。まあ、その可能性ありますね。確かにね。うん。楽しみだ。さらに楽しみだったね。うん。返信もちょっとございますよね。うん。 あ、羽にさんのメッセージ全文です。あ、これはメッセージ文の点差がダメだった、ダメなそうで、削除いたしました。あ、そういうことなんですね。ちょっとこれは気になりますね。うん。探してこいかな。うん。テれアさん、よろしくお願いします。き子さんのコメントを見て思うことです。元奥様を気遣う気持ちは私も同じです。 お相手のご家族のご心痛は、測かりしてないと、この後私も思います。ただ、別れるときは、きれいに別れないといけないとか、有名人ならなおさらであると書かれているところに、私は全く別の考えです。まず、ストーカーや迷惑行為で、ご夫婦を苦しめた週刊誌の取材と報道が離婚の原因になったと、羽生選手から報告書により説明がありました。うん。過激な週刊誌の取材と報道は離婚する前からであり、 お相手と綺麗に分かれていないから、夫婦間トラブルになり、それによって過熱報道をされているのではありません。この件の問題点は、唯一一つ、あの、唯一つ、うん。有名人のプライベートを無許可で晒して、金儲けをしたい週刊誌が人の興味関心を利用して、次々に熱動記事をばらまいて、羽生選手とお相手の幸せな生活を理不尽に奪った点、奪ったという点です。 うん、そして、羽生選手が、えー、ご自分と相手と、それぞれの親族、関係者への無許可の取材、えー、迷惑行為はやめてくださいと言ったのにもかかわらず、未だに止めない中間人の行為が、えー、いかに比例してあるということです、うん。羽生選手側に責められる点はありません。そもそも、結婚、離婚は極めて個人的なことなのであり、一般大衆の理解を得る必要はないです。うん、なるほどですね。確かに、あの、 あの件があったのに、まだ取材を続けてますからね。もう、まだ、もう、まだ続いてるんでしょうかね。ちょっとさすがに、つける薬はないなっていう気が、あ、その通りですね。リクちゃんさんね。その通りですね。うん。つける薬はないんですけども。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。ネットを見てたら、ぐっちおうちの人がいらっしゃいました。今年は TikTok を押とかもいて、一層人気が出たと思いませんかえ皆さん何おうちですか私は、 13年の GPF で優勝をしたときです。はい。13年の GPF で2013年か。2013年のグランピリファイダーで優勝したとき。うん。いろんな落ちいますからね。特にソチゴリンの、えー、パリサン落ちあとはニース落ちピョンちャン落ちえいろいろありますよね。うん。はい。うん フルスティカラカラさんどうもです。こんにちは、株くん皆様。えー、セビオアリーナ、嬉しい。うん。駅は近いし、なんたって八の日よりは、八の日より仙台は近い。羽生くんはリンク難民にはならないし、羽生、譲る範囲もできちゃう。うん。譲る範囲っての気になりますよ。僕もぜひやってほしいと思う。羽生くんが頑張った会があります。そして後輩思いなどもわかります。うん。ですよね。どんどん。今、仙台ね、あの、岡真由子さんっていうすごく上手な女子がいて、 楽ししみにしてますよ。初、うん、の日のスケーターも結構上手い選手が多いですけど、これからリンクができることによって、さらにこうね、あああ通年リンクになることによって、さらにこう後輩の活躍も楽しみですよね。羽生くんが授業に関わっている可能性もあるということなんで、気になりますよね。うん。うん、あ、今日ね、結構いろんな情報がありますよ。ゆなさん、ん、んよろししくお願いします。かぶくんこんにちは。羽生さん アイラに再び登場です。え、羽生結弦、孤高の原動力の大反響を受けて、え、アイラ、12月11月号から12月4日発売の表紙に羽生結弦さんが登場。うん。カラー5ページにわたって、未公開カットの写真、店頭での盛り上がるレポートなど掲載。きっとパネル展のレポートだと思います。はい。ということはそうですよ、皆さん。うん。すごいですね、今日ね。 あ、りくちゃんさんも一っです。こんにちは、皆様。ビッグニュース、誰羽生さん、海外行ったらと勧めた人、そりゃ、海外もたまにはいいのですよ。でもね、本日彼は仙台に来る、できる、通年型アイスリンクができることで、セビオホール,ホールでですねイングス、イングスト契約を結んだ仙台市へ動画でコメントをしました。見てください。ネットで見られます。 あちょっと気になりますね。これはツイッターとかで見たのかちょっと探してみますね、うんお。今日このメッセージ多いですよ。えー、レモンミカンさんも、ね、よろしくお願いします。セビューア・リーナセンーにアイススケートリンクを、えー、解説することで、羽生結弦さんから動画メッセージ。本日は仙台での新たなスケートリンクの実現に向けた第一歩が踏み出されましたものあ踏,み踏み出されたましたものを、一人のスケーターとしてとても嬉しく思います。 仙台はフィギュア発祥の地と称され、これまで多くのフィギュアスケーターが育ってきましたが、この練習環境はとても厳しい状況にありました。この度の取り組みがディズニーをするということで、自分と同じようにこの地でフィギュアをやりたいと思う次の世代が一人でも多く生まれることを期待しています。数多くの新たな才能がこの街に集い、成長していく、そのような取り組みができればと自分も思います。 改めて新たなきっかけを作っていただいたセビオホールディングス株式会社様と仙台市に感謝するとともに、一日でも早くこの取り組みが実現をするように、多くの市民の皆様、関係者の皆様にもご,ご理解とご協力をお願いして、私からメッセージと、えー、させていただきます。仙台放送で流した羽生ゆずるさんのメッセージでした。うん。はい。ということでございますね。なるほど。 うん。これは、今後さらに楽しみになりましたね。うん。あ、そして、えっ、ー、と、先ほど、仙台のリンクについて通信。仙台市とセビオホールディングスは、仙台の大白区にアイススケートリンクの解説、28日に協定を結んだとあります。なるほど。28日ね。えー、セビオホールディングスさんが仙台市へ寄付のようです。うん。羽生さんが欲しがっていたリンク、やっと実現するんですね。 羽生さんのコメントは動画でご覧ください。嬉しいはずのニュースなのに。しかし、なぜ彼、彼の表情を見てください。あ、え、本当にどうしちゃったの疲れてるのかなえ、これどこの動画ですちょっと確認していきますね。疲れがあるのかななるほどですね。ムイピーさん、よろしくお願いします。えっ、ー、と、現在のセビオアリーナの観客席はですね、5000人。イベントの時は6000人とありました。 えー、回収されて常設のアイスリンクができれば、えー、競技会も呼び込めるし、羽生君の演習風景、えー、シェアプラを見るイベントとか、うん、これはいいですよね。僕もそれを考えてました。アイスショーとか、こけラウトした時には必ず羽生君が演技をしてくれるだろうし、うん、いろんな想像を膨らみますね。かぶ君私の言ってること合ってるかな、うん、うん。 あの、いいと思いますよ。あの、えー、仙台にいる羽生くんがどれほどこの施設を利用して関わっていくのか。まだまだこれからですね。情報が待ち遠しい。なんか、ぐっと仙台が近くなった感じ。いやー、それでも遠いけどね。えー、宮城の方が羨ましい。うーん。ねえ。ほんでもこれからのね、あ、セビオでシェ,シェアプラやってほしい。ね。シェアプラは絶対やって、やると思いますよ。僕、シェアプラ賞とかね。シェアプラの賞。うん。黒い子の練習風景とかね。 そういうのは、これやる可能性あるかなと僕思ってるんで、うん。まあ練習をしてる風景とかをお客さん呼んで、ね、やったりとかね、そういったのも夢がありますよ。うん。やると思いますよ。うん。えっと、ハニープーさんも一緒です。セビオの土地は仙台市の土地なんだそうあ、なんですね。20年の定期借地権だそうで、仙台市に返却する前に、えー、通年リンクに改装して仙台市に返却、そして、 仙台市は、指定管理者としてセビオに管理を支払い、セビオに経あの運営管理を任せるという形を取ったみたいですね。うん。仙台市にとっては、新たに、新たにリンクを設立する費用や手間が省ける。セビオにとっては、センダーにさらちにして返すように、もう回収して管理費をもらった方が利益につながる。お互いの利益につながるということですね。よく考えられてますね。うん。周辺には病院もあり。 スポーツ健康増進地域として、また各種イベントも行えるアリーナでもあるんで、街の活性化にもつながりますね。つながりますね。うん。いや、これは本当に夢があります。いや、よく考えられてますね。そういうから国なんだ。うん。とても夢があ、テラさんからも、今日はそうですよ。本当にそこ、情報が多いですね。ハニー譲れの宮ぴやかなひとと第16夜、12月5日の火曜日18時頃からですね。 テーマは、美は誇り。美は誇りですよ。今年最後の配信ということで、誇り高い羽生選手にとっての美意識について、興味深いお話がまた来てますね。うん。新しく、アイラ,アイラも12月4日に発売になります。で、表紙も羽生選手で、未公開の写真と、心の原動力の大反響レポートが特集されるそうです。うん。楽しみです。はい。美は誇り。すですね。美は誇りですよ。美は誇り。 うん。はい。ということはね、12月5日ですよ。うん。はい。i4a さん、よろしくお願いします。カブ君、お疲れ様です。羽生君がクリケット拠点にしていたときに、えー、ジャンプコーチはジスランコーチでしたよね。うん。羽生君もジャンプに対しては本当に恩者と言っていました。まず、ジャンプは絶対にスキルトをするなと教え込まれたんです。もちろん、羽生君は、ー用してから、 回転をする正当なジャンプしか自分はできないし、それが綺麗と皆さんに言わ,れ言,われて言われる。ずっとエッジの倒し方も全て正しい技術でしかしませんよ。うん。姉さんが、譲るはきっと他の選手のプログラムをできるが、他の選手は譲るのプログラムは絶対で,で,絶対できないと言っていたくらいです。なるほど。どれほど下げ点数の時でも実力不足ですと。 え次の試合の課題にして頑張ってきました。えー、プロになった今でも本当に教科書のような、えー、技術で私たちを別世界に連れて行ってくれます。うん。はい。あのー、実際の先生。ねえ。うん。はい。というわけで、皆さんありがとうございました。これで以上になります。